それでは早速皆さんからまずは初日を迎えた今のお気持ちも踏まえましてご挨拶をいただきたいと思います。まず主人公清田栄一を演じられました吉沢亮さんです。ありがとうございます。清田栄一を演じさせていただきました吉沢亮です。このクリスマスの大事な日にこの映画を選んでくださってありがとうございます。まあ皆さんも見られたということですよね。今日はまあなんかいろいろお話できればいいなと思ってますんで今日はよろしくお願いします。ありがとうございました。続きまして栄一のライバル浅川陸を演じられました若葉龍也さんです。はじめまして若葉龍也です。今日は映画館に映画を見に来てくれてありがとうございます。短い時間ですが楽しんでてください。ありがとうございました。続きまして栄一の大学の先輩磯野達也を演じられました落合元樹さんです。どうもはじめまして。磯野達也を演じた落合元樹です。すごいいろいろ世の中大変ですけどもこんだけ集まっていただいてありがとうございます。ちょっとでも楽しい時間になればと思ってます。今日お願いします。ありがとうございました。そしてその落合さん演じます磯野達也の妹しおりを演じられました馬場文香さんです。こんばんは。磯野しおりを演じました馬場文香です。クリスマスという日に、皆さん映画を見てくださってありがとうございます。本日はよろしくお願いします。ありがとうございました。そしてついにこの映画で商業映画デビューを果たされました監督脚本を務められていらっしゃいます山田敦弘監督です。本日はご覧いただいてありがとうございます。まだあんま現実感がなくてそこから入ってきたら現実感が増すかなと思ったらなんかなおのことないやと思って、でもちょっとまあ、舞台挨拶ということで終わってもなおまだ楽しんでいただければなと思いますのでどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。ついに映画の公開おめでとうございます。いや皆さん見終わった後のお客様なのでさっきちょっと拍手と質問で交流してたんですけれども映画いかがでしたでしょうか。本当に大きな拍手がこうやって届いたわけですけれども吉沢さん改めてこの映画かなり好きというふうにおっしゃってたなっていうのを思い出しまして、はい、H 相当岸役もこだわられてたんじゃないかなと思うんですけれどもどういうふうに役作りで意識しながらどんなところ特にこだわったんですか。そうですね、岸っていうわけではないんですけどやっぱそういう将棋に人生をかけてきた男なんで、やっぱりその将棋を打ってる時の将棋を指してる時のその指し手だったりとかその指してる時の姿勢とかいろいろ将棋に対するこだわりみたいなものはやりつつちょっと体重増やしてみたりしてなんかあこいつは将棋以外本当に何も持ってないんだなっていう印象をすごいつけたかったのでなんかそういう外見的にもいろいろ意識しながら作ってましたね。そして皆さんもとてもね作品を気に入ってらっしゃるのかなっていうのは拍手で感じ取れたんですけれども吉田さんはどんなところを特にこの映画好きだと思ったんですか。そうですねなんだろうありますよもちろんあるんですよいっぱいあるんですよいっぱいあるからこそのどうしようっていうあれなんですけどもなんだろういややっぱこうなんだ将棋映画ではあるんですけどなんか全然僕はこの作品に携わらせていただくまで将棋のことは全然わからなかったしなんかやっぱそんな僕でも台本読んだ段階からめちゃくちゃ面白いなって思えるやっぱりその人間の、成長の話だったりそういうライバルとのただ戦うっていうことだけじゃないちょっと深い部分にある思いの交差だったりとかなんかすごく普遍的な誰もが感動したり共感したことのあるようなそういう人間の普遍的な思いを熱く描いてる映画なのでなんかシンプルに泣けたしより多くの人に見てもらいたいなと僕はすごい思いましたね。どうもありがとうございました。
てライバルの浅川理子を演じました、ね、若葉さんにお伺いしたいと思いますけれども、はい、今回本当にあのセリフもなく孤独なこうシーンも多かったかなと思うんですけれども、撮影で印象に残っていることですとか、こんなところはちょっと大変だったなっていうところあれば教えてください。いや、一人なんで特に印象に残ってることはないんですけど、いやでもなんか本当指し手が大変でした。それに限ると思います。はい。どうでした？出来上がった作品ご覧になってみて。いや面白かったですよ。今吉田君が全部言っちゃいましたけど、全く一緒です。将棋とは言いつつ将棋がメインではなくて、本当に青春映画だと思うし、なんかそこに人がいて挫折があって夢があってとか、やっぱりクリスマスじゃないですか今日に、本当にゴリゴリの将棋映画だったら見に来ないと思うんですよね誰も。なんで、いや覚悟だなと思いましたし、このスタッフたちのクリスマスにこういう映画を公開するっていうのはやっぱり、ちゃんと青春映画になってるっていう覚悟を感じたし、だからこんだけ人が集まってくれてすごく嬉しく思ってます。そうですよね、はい、ありがとうございます。さあ続きまして落合さんにお伺いしたいと思います。この間の会見の時もちょっとお話聞いてましたけれど、吉田さんも以前からファンだったというふうに。はい、そうです。どんなところが特にこう胸くすぐるというかお好きになった理由でございましょうか。本人を目の前にしているのは初めてなんですけど、本当に綺麗な顔されてるなと思ってて、作品を拝見したらいい演技をされるなと思って、普通のファンなんですけど、今回だから一緒に共演できるって聞いてすごくワクワクしたところで、ね、りょうくんどんな人なんだろうっていう気持ちでやりましたけど、本当にひたむきで役に入り込んでらっしゃって、そんな現場ではねお話はしなかったらね。そうですか。うん、したかな。そうですね、うんうん、まあこんな感じの中ででもなんかりょうくん本当に地方ロケだったんですけど、一瞬ホテルが一緒だったんですよ。だから地方だから早めに終わって、なんかご飯食べ行こうってスタッフさんキャストさんで行って、まあ明日も早いからっつって10時過ぎぐらいにもうホテル帰ったんですけど、同じフロアだったと思うんですよね。そしたら吸い込まれていくようにインスタントラーメンの自販機の前に行ってポチって押して、じゃあっつって帰ってったのを見た時は、この人も人間なんだなというか、まあなんかすごい若いな、兄ちゃん若いなっていうふうに思いました。役作りです。役作り、ね、役作り、役作り、やっぱ僕太らしたかった。そうそうそう、そうそうそう、もうやってないあれ。今はもうやってない。あ、やっちゃダメだから、はい、うん、安心しました。そうやってインスタントラーメンで役作りで体を太らせてたと。もうインスタントラーメンをインスタントラーメンと、ビール2本を寝る30分前ぐらいにこう一気に体に流し込んで寝るっていう生活をしてて、もう次の日の体調の悪さ半端なかったですね。もう、はい、そんな中でも演技をね素晴らしかったですね皆さんね。ありがとうございます。では続きまして馬場さんにお伺いしたいと思います。今回こうやってねもう男性が多い現場での、ね、はい、撮影で落合さんともご一緒して、吉田さんもね一緒のシーンもありましたけれども、ご一緒してみての撮影の何かエピソードを教えてください。エピソードでも私そんなにこう撮影、ね、2、3日ぐらいで意外とそんなにお話しすることもなかったかもしれないと、どう思います。そうね、ババちゃんとは、ババちゃんって初めて呼んだけど特にないかなっていう。そうなんですよ。でもなんかこうその撮影のなんだろう、撮影しているこの空気がすごく素敵だなっていう風にその山田組は感じましたけどね。うん、でした。落合さんと石田さんのこう、うん、演技のシーンをご覧になっていて間近で、いやすごい圧倒、目の前で見ていてもやっぱ圧倒されるものがありましたし、そこで私がね、女子少ないので優しく柔らかく存在できればいいなと思って、はい、お芝居しました。曲
今日も女性のファンの方たくさんいらっしゃいますけれども、馬場さんがご覧になってこの映画どんなところが特に魅力だと思いますか？どんなところが魅力？いやでもやっぱりこう女性はああいう男性の姿に弱いんじゃないかなって思いますけどね。なんかこう支えたくなったりとか応援したくなりませんでした皆さん？、うん、思います。はい、ありがとうございました。さて改めて山田監督にお伺いしたいと思います。配給会社による映画監督発掘プロジェクトと題しまして行われました第1回木下グループ新人監督賞で応募総数241作品の中から見事グランプリを果たした、それが山田監督のこの映画が商業デビュー映画になったわけでございます。監督、改めてそう言われて今実感は湧いてきましたでしょうか？すっごい現実感ないんですよね。なんかびっくりするぐらいなくて、なんか、ね、編集も自分でやってたんで、なんかパソコンでやってたあの映画がちゃんとこの今皆さん座ってる僕ら立ってるこの前にやってたって言われても本当にっていう感じがまだします。はい、こうやってずらりと素晴らしい演技をされる俳優陣が揃っていての現場だったわけですけれども、皆さんとお仕事をされてみて改めてどんなところがすごいなと思われたとか、こういう個性をお持ちなのかって感じられたことを一言ずつお話しいただけると嬉しいんですが。そうですね、それも含めて今現実感がアクリル板の向こうにみんないるなってのはあるんですけど、でも本当に、まあ、これ自分の反省点なんですけど、役者さんを褒めてもらうのはこんな嬉しいことなんだなって僕は今回すごい思ってますね。で、なんか皆さん真面目ですしね、それぞれのキャラクターはありますけど、なんかそれぞれのアプローチで、でまして多分まあ胸を張ってもう本当に上手な皆さんっていうのはもう下手なやつは選んでないんで、そもそもっていうのはありますんで、本当にもう僕のこととかは別にいいですね。役者さんを本当に褒めてもらうのは本当に嬉しいですね。山田監督の口からぜひお一人ずつ、あここはこういうところはぜひまた見ていただくといいよっていうのがあったら教えてください。あよし、そっか、もう見てですもんね。吉田君はもう最後のね、表情のところ素晴らしかったですよね。案外なんか僕もこの宣伝のインタビューを個別に受けてるのを自分で見てようやくあこんなこと思ってたんだって知ることは多くて、なんでこんなプレッシャーかけてくるんだろうって思ってたっていうことなんで、そんなかけたかなと思うんですけど、確かにまあ結構かけたなと思って、それをすごい跳ねのけてくれたというか、僕もああいう表情すると思ってなかったんで、あそうか、これは H が執着を捨てる話でもあるんだなみたいな、知らなかったところに行ったんで、それはもうおかげだと思ってます。はい、で若葉君はもう指してとかね、その技術的なこと言っちゃうとそこに集中しちゃいますけども、全ての佇まいがもう非常に細かな計算もされていて、まあ、見た方から棋士にしか見えないっていうことを言っていただいてるんで、本当にそのこの映画の将棋の要素は全て若葉君が担保してくれたんだなっていうのを強く思ってます。で落合君は長ゼリフご苦労様でした。ありがとうございます。もっと動かない2人に比べてめちゃくちゃ動いてもらって、もともとこうかなと思ってたのをさらにオーバーにやってもらって、そういう意味ではすごくなんかこう意思疎通をいろいろたくさんしたなと思って、はい、でおかげさまでいいアクセントになって、茂木先生も脳科学者の茂木先生もああいう人いるよって言ってたんで。あ、本当ですか。はい、お墨付き、ね、ありがとうございます。よろしく、嬉しいです。で、馬場ちゃんですけど、本当に女性のキャラに対してはいつも怖いんです。そういうなんかね、男性が演出すると男の願望が入ってんじゃないかとか、まあ、ああいう人が好きなんだろうとか言われてすごい怖いくて、またその立ち位置がすごいちょっとこうサポート役だったんで、すごいそこを現実感持たせるのが数少ないシーンで、大丈夫、すごい上手なのはしてるんですけど大丈夫かなっていうのはちょっと僕は不安だったんですけど、その全く違和感なく本当に
支える役としてやっていただいて、で座る位置がね完璧で、いつも言ってますけど僕から言ったわけじゃなくて本人がその場でやっていただいて座っていただいたそこなんで、もうあと5センチ右5センチ左でも H と話すところですけど成立しなかったんじゃないかなと思ってます。ありがとうございます。今そうやってお話を受けてみてどうですか、吉澤さん、振り返ってみて撮影を。いやプレッシャーかけられたなと思って、もう本当なんか なんか顔合わせかなんかで初めてお会いした時からこの最後の表情は僕も分かんないので須田君にお任せしますみたいな話をその日だけじゃなくて会うたびに会うたびに言われるんですよ。何なんだこの人はっていうのはずっと思ってたんですけど、まあでもなんとなく台本読んだ時からのそのあそこの表情みたいななんとなく自分の中にあって、まあ、それをやって、まあ、割と監督も喜んでくれたんで、まあ、よかったですけどね、はい、若葉さんはどうですか、今回山田監督とこうやってご一緒してみてどんな思い出がありますか。卑屈だなと思ってましたけどねいやなんか体から出てくるものが卑屈なものを感じたし、まあどちらかというとなんか陸よりも栄一に思い入れがあるのかなと僕は勝手に思っていました。はい、はい、ありがとうございます。落合さんね、先ほどなんかお墨付きって話ありましたけれども、はい、現場振り返ってみてどうでしたか。そうですね、そう結構自分がパソコン持って走るシーンがあったと思うんですよ、桜 の春のシーンで。で僕が履いてた靴が靴というか、まあ、便所サンダル履いて走ってたんですけど、まあ、5、6本走りましたよね。あれどんくらいやった。足が痛かったいやでも本当にそれでいい絵が撮れたし、桜がね花びらが、ま、回ないからいろいろリテイクがあったりとかしたんですけど、いいカットが撮れてよかったなと思ってます。ありがとうございます。馬場さんはどうですか。はい、そうですね、撮影終わってから本当に毎回お会いするたびにその座る位置を褒めてくださるのでいや本当に良かったなと嬉しく思ってます、はい、ぜひまた皆さんご覧いただければと思います。ありがとうございました。さて一つ共通質問してみたいと思います。この映画の主人公 H なんですけれども、将棋のプロになる夢には敗れたんですけれども、偶然出会ったコンピューター将棋を通じてまた再起されますよね。でそこでこんな質問したいと思います。2020年もあと残りわずかでございます。そこで皆さん、2021年に再チャレンジ、もしくは新たにチャレンジでもいいんですけれども、何かチャレンジしたいことはありますかという質問をしてみたいと思います。さあ誰からいきましょうね。じゃあ馬場さんからいきますか。私ですか、私からですか。はい、そうですね、私幼い頃にバレエを習ってたんですけど、踊るもうやめてしまって、高校生ぐらいの時にそこから、まあ、なかなか機会もなく踊れたりはしていないので、なんかまた大人になって改めてこうバレエとかやって、もっと自分のこう動きの幅だったりが広がっていくのかなと思って、そういうのはチャレンジできたらいいなと思います。はい、でもそもそも身体能力というか結構運動とか得意ですか。あ、運動は得意じゃないんですけど体が柔らかいですね。はい、はいはい、ありがとうございます。そうかと頷いてますけれども、さあ誰にしましょうか。若葉さんどうでしょう。僕ですか。再チャレンジ、チャレンジ、新しくチャレンジ、どっちでもいいです。いやできることならしたくないですねチャレンジは何も。いやそうですね、何かな。2020年、本当に数年ぶりというかテレビカメラがいっぱいある場所で朝ドラを撮影させてもらって、それは自分にとってはすごく大きなチャレンジになったなと思います。映画とはやっぱ全然勝手が違うんで、めちゃくちゃ緊張して挑みましたけど、なんかそれはチャレンジしたなっていう感じしました。じゃあこれからもどんどんまたドラマにも出ていただきそれは別、はい、まあ明言はしないですけどはい、どうもありがとうございます。さあでは監督はいかがですか。もう一回映画作りたいので
さっき釣りしたいって言ってたじゃないですか。いやいやいや、釣りもしたいですけど。まあでもまあ来年すぐかは知らないですけど、はい、頑張ります。監督、もしもですよ、このメンバーでまた映画が作れるとなったら、どんな作品で、例えばどういう役やらせたいとかありますか？コメディがいいな。コメディがいいです。じゃあみんなちょっとこう面白い役なんですか？はい、でも、磯野はそのまま出してます。だからセリフは多いかな。ああ、わかりました。お願いします。どうですか、吉田さん、コメディって言われましたけど、コメディ映画、山田監督の。お願いします。こちらこそ本当にすみます。これ叶ったらいいですね、皆さんね。そしたら今日のこのクリスマスのことが非常に思い出になります。じゃあ、落合さんはいかがですか？挑戦したいこと、なんだっけな。あ、そうだ。自粛期間に劇団年一っていう劇団というかユニットを作ったんですよ。賀来賢人くん、柄本時生くん、岡田将生くんの4人でやって、まあ、リモート芝居やったんですけど、まあ劇場が開くようになってきて、まあ、来年は、まあ、作ったんだからね、せっかくお客さんの前で芝居したいなっていうのがあるので、まあ、それが動いてなんか公演が打てればなというふうに思ってるし、みんなこう書き込んでいただいたらなんか誰かが動いてくれるかもしれないし、ぜひよろしくお願いしますって感じなんですけど、そういうのに挑戦したいなと思ってます。リアルで見たいですよね、皆さんね。さあ、真ん中のセンターの吉田さんが最後の発言者になりました。まあチャレンジっていうか、僕がどうこうできる話ではないんですけど、来年は仕事のないクリスマスを過ごしたいですね。はい、いいじゃないですか、こうたくさんの人たちからこう愛されながらの。いや、もうすごい素晴らしい。今日は今日で素晴らしいけど、仕事のないクリスマスも素晴らしいかなって。弱いですか、エピソード最後にしては。結構皆さんのリアクションも薄いですよ。みんなは一緒に過ごしたいですよね、皆さん。最後ってね、緊張するじゃないですか。あ、ごめんなさい、もうこれぐらいで許してください。はい、ありがとうございました。さあ、そんなお話をいろいろと伺ってまいりましたけれども、そろそろお時間が近づいてまいりましたので、ここで代表して山田監督、そしてキャストを代表して吉田亮さんから一言ずつメッセージをお願いできればと思います。では山田篤弘監督からお願いします。はい、そうですね、まあ今日を迎えるまでずっと油断しないぞと思ってやってまして、あと撮影で出来上がったのは去年の10月11月ぐらいなんですが、撮影編集して、そこで半分だと思って今日こうして上映してようやく映画が完成したな、するというふうにずっと思い続けてきましたんで、まだちょっと現実感はないんですけど、どうやら上映してるらしいということで、皆さんにこう完成を見届けていただけて本当に嬉しく思ってますというのと、やっぱね、ちょっと夢叶っちゃったなっていうのがありますね。そのずっと映画撮りたいっていうのを思ってたので、なんかちょっと感動してます今。なので今日はそれを見届けていただいて、初日に足を運んでいただいて、どうもありがとうございました。では最後に吉沢亮さん、お願いします。はい、本日は本当にありがとうございました。そうですね、もう本当にこの映画はまあ、もう何度も言ってるんですけど、個人的に今まで出させていただいた作品の中でもすごい好きな作品で、なんかまあ、将棋の世界とかは特にすごい勝ち負けとかがはっきりするし、なんかそういうものが全てだって思われがちな部分はあるのかなとは思うんですけど、絶対にそんなことはないというか、やっぱりそれまでの積み重ねだったり挫折だったり、なんかそういうそこまでのプロセスが大事なんだなっていう、これまでの努力だったり挫折した自分を褒めてあげたくなるような映画なのかなと、僕はこの映画を、まあ完成を見てそんな風に思ったんですけど、
まあ、今日楽しいと思っていただけた方はですね、ぜひツイッターやら何やら SNS で拡散していただいて、この映画を一緒に盛り上げてくれたら嬉しいなと思っております。ぜひこれからもよろしくお願いします。ありがとうございました。